香港共同香港警察は8日夜、立法会、議会、の民主派議員を立法会条例違反の疑いで拘束した。5月に開かれた逃亡犯条例改正案をめぐる立法会での審議を妨害した容疑という。警察は別に少なくとも6人の民主派議員を拘束する方針。香港メディアが伝えた報道によると、計7議員のうち4議員は24日の区議会選に立候補。9日で5ヶ月を迎えた抗議活動で若者の政治的関心が高まり、区議会選で民主派が議席を伸ばすと見られる中、当局が民主派の立候補者を狙い撃ちした可能性もある。習近平国家主席は4日、香港の林鄭月娥行政長官に法律に基づき、抗議活動を厳しく取り締まるよう指示していた。